なんかね、無限エアロとか無限ハードトップ、レザー調カバー、純正ソフトトップ付き、テインの車庫調が付いてんのか。本当にね、こうデザインが大きい小さいすごい似てないですか、デザイン。この NSX はね、私のチャンネル登録していただいた方、次も続き見れますので、ぜひともチャンネル登録してくださいね。この S660 の撮影の次に、このアキラ撮影しますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。では、見ていこうぜ。ホンダ S660 ということで、こちらね、中古販売になります。234万円ですね。グレードの方はアルファです。初年度登録がね、平成27年の11月になりますね。走行距離は 14,369 キロになっております。で、今ね、なぜかオープンカーが売れに売れてるということでね、この S660 も値段が上がってきてるということらしいですね。まあ、屋根がフォロータイプで、まあ、オープンタイプになるんですが、これはね、無限のハードトップがついてるということですね。あと無限のエアロ、下回りとか、車内のね、レザー調カバー、純正ソフトトップ付きということで、なんかあとテインの車庫調も入ってるみたいですね。ホイールはね、こんな感じです。なんかホイールも社外品がついてますよね。と車高が下がってんのかな。こうほら、これだいぶここ狭いですね。指2本入るかどうかっていう感じ。これが無限ですかね。ほら、ちょっとね、ガンメタのかっこいいな。サイドガーニッシュもこの黒というかガンメタというか、なかなかよりスタイリッシュに見えますね。こんなんになっとる。すごい。やっぱね、無限のパーツってね、完成度高いですよね。ホンダカーズさんで、販売もしてますので、まあその辺がついてるモデルが、まあこの値段で買えるということですよね。はい、このリアエンジンね、いや、いい音しましたよね。いや、この S660、この専用に作られたこのターボチャージャーが、すごいね、やっぱ加速力というか、小気味よくスポーツするなという印象ですね。今日はね、またこれちょっと試乗しますので。いや、しかしコンパクトに収まってるよな。ちなみにね、フロントにはこの屋根が収納できる、こういったね、箱があります。これね、今フォロー入ってんのかな？なので、これフォローが入ってたらね、もう何も詰めないっていうね。いや、もう収納はね、もうちょっと最悪な状況にはあるんですが。あ、店員の、やっぱグリーンなんやな、店員は。どう？この姿。パカパカ。トランクルームもね、結構綺麗な状態ですよね。ちょっとライトつけてみました。ウィンカーはね、この両サイドに豆球がつきます。ほら、豆球がつきますね。丸いね、なんかガラス玉みたいなのが2頭入ってますね。ではね、内装の方を見てみましょう。はい、ではお邪魔します。おぉ、扉すごい。内装の方はね、こんな感じです。決して白いとは言えません。あ、ちょっとエンブレム、なんか赤に変わってますね。あ、そうそう、これ6速マニュアルなんですよね。みんな大好き。ちょっとエンジンかけさせてもらいます。はい、そう、クーラーちゃんと効くかな。ポート、まあ本当にね、この辺シンプルですよね。さっき実は N1 乗ってきたんですけど、それに比べるとちょっとなんか入り方がすごいサクサク入る。こうなんか指でカクーンとこうコーンコーンコーンって感じ。前のオーナーさん結構大事に乗ってたんですね。こういうのねつけたりしてるんで、なるべく汚さないようにね。ほら、こういうところもこんな専用があるんやな。なんで
ですよね。でこのなんかさっきから気になってるんですが、このシート、これね実はシートカバーなんですよね。すごい良さそうじゃないこのシートカバー。これちょっとどこで売ってんのかな、もし分かったらちょっと下に貼っときますね。シートカバー感がないシートカバーやな。すごい自然に見えます。乗った感じこんな感じです。いやー狭いですね。ていうかね、私ちょっとでかいんですよ。あのエンジン音がすごい後ろから聞こえるんで、なんかね変な感じしますね。結構こう赤色が映えますよね。これカロのこういうのもついてますけど、あとはあこれはあれかな、純正なのかな、ドリンクホルダー。これ助手席の人膝当たらへんかな。まあでも全体的にそのなんていうの、この傷がいってるとかいうのはないですよね。ドア周りも結構ほら綺麗なんよ。ではね、試乗の方閉めようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。やっぱ私ちょっと座高が人より高いので、ここはねもう低いんですよ。ここはっていうかオープン気持ちいい。今もうこれ今日11月なんですけどね、暑いんですよね。よっしゃ行きます。うわやっぱ気持ちいいわ、最高やわ、気持ちいい。ちょっと頭出てるけどね。いや本当にね、なんかオープンカー需要っていうのが今上がってるみたいですね。やっぱコロナ禍もあってかな、わかんないですけど、こう青空をみんなね、こう空気の換気といいますか、そういうのをみんな求めてるような感じがします。まあ、ちょっと今日は、ちょっと乗った感じのこの程度の良さをちょっとお伝えできればなと思います。私ねこういった感じで、試乗動画よく出しておりますので、皆さんよろしければ、チャンネル登録の方をしていただくと非常に嬉しく思っております。押してくださいね、押すだけなんで。そうなんですよ、あ信号が見えない、ここのこれで信号が見えない。ちょっと座高が高いっていうのがね、これはもうネックですよね。普通の人見えるんですけどね、こうした方がええか。ちょうど信号が見えへん。ミートポイント。ああ、そうそう、これテインの車庫帳なんですよ。ちょっとガタ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 しすぎかな。ちょっと結構固めだと思います。車高もちょっと下がってるんで、よりね地べたをこう這いつくばって走るような感じですね。いや車高は低いわって感じ。これねでアクセル踏み込んだら、これ本当に 660cc なのというね感じがしますよね。いや下手したらこれリッター車よりパワーがあるような、体感的にはね、数値上はそんなにないんですけど、やっぱねこれ乗ってみないとわからないですよ、この加速感とかね。やっぱ車両も軽いんで、その辺もだいぶ違ってくるんでしょうね。いやリアエンジン、リア駆動ですよ。なんかスコーンスコーンって言おうとする。うわ巻き込み確認、後ろ見づら。見づら。これもねなんか慣れですよね。ミラーがねすごい細長いんですよ。それで結構見える範囲としては横長だなという感じがします。ノーマルタイプどんな感じだったかな。いやさすがにここまで硬くなかったと思います。モデル X もね試乗したんですけど、あれもねそのモデル X ってね結構しなやかなんですよね。サスペンションとか意外とここまでちょっと硬くないなっていう感じがしましたね。まあがっつり山を攻めたいとかね、もう極めて極めて、なんていうんでしょう、こう攻め込んでいきたいなっていう方はこれいいと思いますね。シコーンっていうのが気持ちいい。後ろから聞こえてきますからね、なんか音が。これねやっぱオープンカーってね
意外と冬乗るもんだなという感じがします。あの夏場だとねすごい日差しがねあの暑いんですよね。あのもうゲリラ熱射が来ますんで、ね、ゲリラ熱射まあこれ冬でも結構これ太陽暑いっすよ。ダイレクト太陽ですからね。これダイレクトハゲてないよ。ハゲてない、大丈夫なんか今ハゲあこだいぶこうなんていうの腰を前の方にしたらいい感じ。ちょっと渋滞は辛いわこれ渋滞は辛いわって感じ。やっぱねあのサスの抜けとかそういうのは全然大丈夫ですね。うん、なんかハンドルもしっかりしてるしいいと思いますよ。でこの車ね234万ですね今中古でね。で走行距離ね1万4000キロです。あのそんな走ってないです。まあねあの一般的にやっぱこうリアルに変えるスポーツカーっていう意味ではこのやっぱねライトウェイトスポーツの S660 がね抜群じゃないかなと思いますね。あの他社を比べてもないですよね。このホンダぐらいしかないと思います。このリアエンジンリア駆動それでまあ中古でね234万で買えるんだったらいや私は買いだなと思いますね。でこの車あの無限のなんかいろいろついてますんでちょっと巻き込みがあれですけど無限のパーツがねエアロとかこのトップね、がついてるんで、あのでまあテインの車高調もついてるんで結構最初からね手を入れなくてももうだいぶ完成してるなという感じの車になりますね。今ちょっと欲しいなと思ってる方は結構早めに問い合わせした方がいいと思うんですよね。弾数もねそんなにあのこの S660 って意外とねないんですよ。はい、というわけで今日は S660、中古販売ということで、詳しくはねあの下の概要欄に貼ってますので、クリックしてみてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで S660 でした。じゃあね、気持ちいい。